回は野生動物の撮影に欠かせない超望遠レンズの比較レビューをしてまいります。今回比較する対象のレンズは、キヤノンの EF200-400mmF4L ISUSM エクステンダー 1.4 倍、 こちらのレンズと、シグマの 150-600mmF5-6.3DG、 こちらの2つのレンズ、キヤノンの純正とシグマサードパーティー製のレンズの、同じ画角帯のレンズのレビューの比較動画になります。レンズのサイズ感の違いをじゃあ次に見ていただきます。こちらが、200-400mmF4 同士のレンズです。こちらが、150-600mmF 値が、5-6.3 ですので、明るさ F 値の、変化があるズームレンズになります。こちらは200-400mmなわけなんですけれども、こちらに 1.4 倍のエクステンダーのレンズが内蔵されていますので、こちらをカツンと引きますと、こちらの焦点距離が 280mmから560mm のレンズになります。しかしこの 1.4 倍のエクステンダーを入れることによって明るさ F 値も変化してしまいます。 F が 5.6 同士のレンズに変化します。ですので実質 200mmから560mm のレンズ域をカバーできるのがこちらの、キヤノンの純正レンズです。一方でこちらは、150mm の時には F が5のレンズです。600mm まで、焦点距離を伸ばしますとこの F 値が、6.3 に変化します。一見するとこちらのレンズの方がコンパクトに見えるんですけれども、この状態ですと 150mm です。でなおかつこちらのレンズは、鏡頭が伸びるタイプアウターズームなんですね。そのため 600mm に伸ばした状態ですとサイズ感的にはほぼ変わりません。ほぼ同じサイズ感のレンズと言っていいです。一方こちらのレンズの場合はインナーズームですので 200mm から 400mm まで焦点距離を変化させた場合でもレンズの内部構造によって焦点距離を変化させるためレンズの伸び縮みがありません。こちらの純正レンズはもちろん防塵防滴仕様です。で、シグマのこちらの 150-600mm の、レンズもスポーツモデルですので防塵防滴機構になっていますが、この伸び縮みするという機構のためここの鏡頭部分ですね、この鏡頭部分に砂ですとか水滴が入るということで故障してしまうというリスクが少なからずあります。しかし、メーカーからはこちら防塵防滴機構、こういった鏡頭の隙間に入った場合直進したズームの先の、部分に入った場合も、配慮されているということですので心配はないようです。しかしまあ実際にこういった部分に砂や水滴が入るととてもちょっと神経質になってしまうというのが実際なところです。そういった意味で、やはりインナーズームによって、鏡頭が伸び縮みしないタイプの方が安心という点があります。しかしこの伸び縮みするという機構があるおかげで瞬間的に被写体を狙うことができるんですね。なぜかと言いますと、例えば私の場合は手持ち撮影がメインになります。そこで狙ったものに対してもしズームで狙いたいなと思った場合に一気に焦点距離を伸ばせるわけですね。ワイド側に持っていく場合もテレ側に持っていく場合もここの直進ズームをするということが前提でこちらのシグマのスポーツモデルは設計されているため、ここの部分に手をかける構造になっています。溝が切られていますのでこの溝に、
手を添えて直進ズームで早く被写体を狙う、そしてフレーミング構図を決めるという動作が一瞬でできます。この直進ズームという、この設計は非常に利点があります。特に手持ち撮影で撮影するということが前提の方にとってはこのシグマの直進ズーム 150-600mm の利点は本当に恩恵を受けていると感じます。一方こちらはインナーズームですのでズームリングを回す必要があります。手持ちで撮影している場合にこのズームを回すという動きがすごく時間のロスが生じてしまいます。一瞬で被写体が物陰から草むらから現れた場合に構図作りをするときこの回すという動きが煩わしさが感じてしまうときがあるわけです。しかし、こういった超望遠のレンズに限って言えば一脚ですとか三脚に据えて撮影するということも考えられていますのでこのレンズインナーズームのこちらの 200-400mm に関して言えば一脚かあるいは三脚に据えての撮影が推奨されていると考えられるわけですね。なおかつですねこちらに撮影者から言うと左の上の部分に 1.4 倍のエクステンダーのレンズをかませる機構がこちらにあるんですけれどもこのエクステンダーを入れる構造の、この機構が左側にあるというのが実は手持ちで撮影する写真家にとってここの左にあるというのはデメリットの方が多いのではないかと感じています。というのも今こちらボディとレンズをセッティングしました。するとですね手で持ちます。手持ちで持っている時にシャッターを右手で持って切ります。すると左手はレンズの下フードのあたりですとか、まあ、もちろん、ズームリングのあたりですねズームリングのあたりに左手は添えることになります。するともし焦点距離を伸ばしたい望遠側にしたいといった場合にここの左手を添えつつ右手で入れる必要があるわけです。カツンと。この操作が非常に手持ち撮影をメインでやる方にとってはロスになるんですね。ですのでこの左の隅にエクステンダーのレバーがあるというのはメーカー側があくまで一脚あるいは三脚で撮影するということを考慮した上での構造なのではないかなと感じています。例えばこの機構が右手の下あたりこのあたりにあればシャッターを切りつつズームレンズを左手で回しつつとっさの焦点距離のテレタンを伸ばしたいという時には右手でカツンとレバーを入れるという動作が可能になるんですけれどこれが左側ですねこちらにあるということでそういった一連の動作が途絶えてしまう。そういった点で、手持ち撮影をメインにやる私にとってはこの点に関してはデメリットだなというふうに感じています。では次にこちら、両者の写りに関してのレビューを進めていきます。写りについてご紹介します。まずはじめがシグマの 150-600mm、スポーツモデルですね。こちらの様子をご覧ください。ワイド側 150mm の開放 F5 で、適正露出が出るようにしてるシャッタースピードで ISO が100の状態の写りの状態です。次にテレ側ですね。600mm の時の開放 F6.3 の様子がこのような写りになります。もちろん真ん中にはピントがバッチリときています。で F が 6.3 なので周辺の原稿は若干感じられるかもしれませんが非常に性能がいいレンズ写りもしっかりしていると思います。こちらも周辺は若干暗くなっている様子が見れますが、とても開放とは思えない解像感、ワイド側、テレ側ともに見て取れます。では次です。次はキヤノン純正、200-400mmF4 ですね。
こちらも、開放が F4 ですので、先ほどのシグマ、150-600mm に比べますと、こちらですね、まあ、焦点距離が若干違いますので、50mm 分違いますので、その点では、シグマの方が焦点距離に関して言えば有利と言えます。シグマの方が若干周辺原稿が多い様子が見られます。四隅に暗い部分が見られますね。開放で撮影しているので仕方ないんですけれど、キヤノンに関して、キヤノンの 200-400mm に関してはその辺が、見えにくいですね、シグマに比べて。はい、次に、400mm 側です。 400mm 側の F4、先ほどの 200mm のワイド側に比べれば周辺原稿が多いように見られますね。しかしピントの山はしっかりしています。写りは間違いないです。解像もしっかりしています。では次に 1.4 倍のエクステンダーをこの 400mm に入れた場合 560mm になります。 560mm で F 値が 5.6 になるわけですね。1段暗くなります。これも本当にしっかりと改造しています。タンポポのこの花びら一枚一枚が、よく見えます。改造がしっかりしているのがわかります。写りや改造感に関してはとても、シグマ、サードパーティー製としては考えられないほど明瞭に映っていると感じます。ワイド側、テレ側ともに純正に劣らない解像感が見られます。それでは最後に、それぞれのオートフォーカスの速さの違いについて、ワイド側テレ側それぞれの比較をご覧にいただきます。
かがだったでしょうか。シグマ150-600mm、純正の 200mm、400mm のそれぞれのレンズの特に AF の差が大きく出た点でした。一方でこちら 200-400mm だけで言えば F4 のワイド側、テレ側、エクステンダーを入れた時のワイド側、テレ側それぞれ AF のスピードの差が本当にごくわずかでした。そのためエクステンダーを入れて焦点距離を伸ばして撮影したという場合においても被写体の追う AF スピードに関して不満がないということが言えます。それぞれどちらのレンズを選ぶかという点で言えば純正の安心感、堅牢性、こちらのインナーズームなのかアウターズームなのか、直線ズームによって被写体を確実にスピード感のある操作性で画角を決められる、または写りに関して言えば純正であってもこちらのシグマのサードパーティー製であってもほぼ同等と言えました。あと一番の問題点といえばこちらそれぞれの値段ですね。こちら純正ですと、販売希望小売価格が146万3000円、一方でこちらのシグマが希望小売価格28万4900円と非常にこの大きな値段の差が出てきてます。実際はもう少しお安く購入することができるわけですけれども、これほど大きな値段の差が出てきますですので写りに関してはほぼ同等です。しかし AF の差はもう明らかな差が見られました。そして堅牢性ですね、純正という安心感、そしてインナーズーム、そういった動く機構が少ないということで外部からのストレス、水滴や砂が噛んでしまうということを防ぐことで故障が少ないだろうということですね。一方でこちらは動きが直進ズームで伸び縮みがあります。こういったところでの差が見られるわけですね。それでは、これらのことを踏まえてレビューとさせていただきます。ありがとうございました。